アイスです。今日はちょっとあの2人なんですけど、はい、ミュータンと私で、はい、アニメイト横浜ビブレさんで店員さん体験をさせてもらいます。イエイイエイイエイ。でもなんかちょっと久しぶりにアニメイト来たんだけどさ、普通にめちゃくちゃ楽しいんだけど、こういう感じなんだね、うん、今はって感じですね。おお、すごい、なんかでかない？我々すごいよ。買っていけば、買おうかな。貢献しないと自社に。貢献していけば、買っていけば。店頭で売ってるの初めて見た私。確かに私も初めて見た。サンプル品しか見たことなかったから。そうだね。日本品って書いてないよこれ多分。すごい。初回封入、あ、初回特典版がまだある。枯らさないと初回分全部くださいって買って帰るから。やばい。やはい。すごい。そしてあ、なんかアニメイトにいたら本当。詳しくなりそう。いや、なると思う。ここにいるだけでさ、うん、今の流行りとかかわいい、かわいい、かわいい、やっぱかわいい、かわいい、かわいい、かわいい。今何が流行ってるとか。でもなんかイケメンコンテンツは人気ありますね、本当に。確かにね。あっ、わー、飛べる。え、こんなこともしてくれてるんですね。ね、やばい、ちゃんとハートビートと2個ある。本当だ。わー、すごい。あれ、いましたよ。あの、もしかしてあの佐藤さん、あ、ちょっとあの本日一日定員というか、はい、短時間定員でお世話になります。お世話になります。よろしくお願いしま す。今日はニュートで働いていただく上の心得、はい、みたいなものをご説明させていただきますので、はい、よろしくお願いしま す。今日お願いしたいことはポップの作成、はい、あとポスター貼り、あとレジでの渡し、店内アナウンス。すごい。これあと何ですか？これで大丈夫だったと思います。その他もろもろ何かあったら。そうですね、我々何でもやるつもりで。ちょっぴりドジな天然店員さんですか？やる予定なんで頑張ります。はい、お願いします。ではまずアニメイトで働く心得みたいなのを話しさせていただきます。はい、もう一番大事なのは作品が好きだっていう気持ち。大事ですね。我々もですね、はい、私たちも、はい、それをしっかり伝えていただくことと、またお客様に喜んでいただくことなので、この気持ちさえあれば大丈夫でございますので。ああ、一緒ですね。我々のアイリスの仕事と一緒だ。一緒ですね。おまじで作品を愛し喜んでもらう。確かに。ではまず、エプロンと名札をつけていただければと思いますので。着替えました。すごい。どうですか佐藤さん、似合ってますか？いや、すごい似合ってます。本当ですか？嬉しい。山北さん、夏が違ってるんで、こちら右側につけてください。これあの私物であの推しをつけていいって言われたんで、私とあのカービィ、推しのカービィです。当たり前に上ではこういう形で、こうだって。ここにつければいいんですか？ここにつけないんで。あ、もうこれ取らなきゃいけない。そうですね、失礼しました。では、まず最初にポップを書いていただきます。ちょっとこちらにご用意しました。おお、すごい。CD とこちらですね。わー、ありがとうございます。すごい、愛を感じるポップ。すごい。あ、すごいよ。でも自分のでしょ。そうですよね、他のメンバーも書いた方がいいのかな。いけます。あの、あれ、書こうと思えばあのメンバーのサインも書けますが、ね、でも10年見てこれ、はい、コメントとか入れていただいて、あと最後にこれはあの売り場にご自身で飾っていただきますので、はい、あのなんかお客様に喜ばれそうな、喜ばれそう、なんだ、こちらのサインを書いてください。ありがとうございます。で、我々ポップはさ、書いたことあるからさ。そうね、危険じゃない？確かに。ただこんないっぱい種類あるの初めてだね。いや、ほんとにすごい。何から書こう。きっと使うでしょ。使う。ないわ。なんでないんですか？オレンジ干されがちだから。なんでオレンジ一本しかないですか？これとこれを混ぜて、これとこれってあの使えます。さっきさんはかわいい。もう書けよ、一緒。書いちゃい、書いちゃい。いや、私でもこういうの得意なんよ。なんで？昔書いてたから。あ、そうなの？そう。あ、そっか、さきさんはだって別にバイトというかこういうの、はい、やったことある。いっぱい書いてました、このようなもの。
じゃあ我が家にも書いてあげようかな。みんなも書いてよ。うん、書いてあげようか。あるよ、はい。なんだろう。こんにちはかいとか書いておけばいいかな。我がちになったね。あ、そうだ。こんにちはかち。猿でも書いておく。猿書いておいてあげて。猿ってどうやって書くの？え、いいじゃん。このくらいでいい。やっぱ黒目立つね。黒目立つよ。黒書こうか。色もある、うん。でもいいや、私はピンク使う。かわいい。芹沢さんが書きそうなこと書けばいいでしょ。うん。じゃあ何でもナンバーワンって書くから。そうだ、とりあえず1って書いとけばいい。これなんか自分のだけ書いてて終わりそうなんだけど。なんで？なんでやばい、うん。しかもなんかそういう風に書くよね、いつも。あ、そう。太くするよね、ゆうちゃん。なんかこういうイメージじゃない？ぽくぽく。ひみちゃん何書けばいいんだろう。わかる。こんな感じじゃない？セリコが英語かカタカナ。そうだよね。これはちゃんと書く。そうだよ。アニメーターさんちゃんと書かないと。飾られちゃうからね、私。12月のスノーリー。はい。なんか使いたいのあります？あ、ハッシュタグアイですね。これ。書いとけば？さあ。こんな飾ってるの？こうやってやっとけば、こうやって一人これでいい。誰が買ってくだ。うん。あ、ちょっと書き直そう。1人100枚買ってください、うん、あの友達100人に勧めてください書けばはい、うん、それしよう。布教してください。布教って感じで書ける。布教って感じで書ける。分かんない分かんない。あれだけ見てんのに、ネットでネットであれ布教って書いてください。佐藤さん布教って書いてください。もういや、あれだけネットで見てるのになんで書けないんだろう。我々そうだよ、ツイートで布教してとか言ってんのに。もうあ、書いてたそうだ、ありがとうございます。ありがとうございます。さすが佐藤さんだな。さすが先輩だな。よし、いいんじゃないですか。これでいいんじゃないでしょうか。できました。できました。
こういう感じで貼って、あ、いいんじゃない？だからいいよ。し、ちょっと一人100枚買ってください。あ、いいんじゃない？いいよね、この辺、うん、ちょうどよくない？そうそう、いいと思う。最後に上に貼ればいいか。うん、いいじゃないですか。はい、できました。できた。え、なんか他の配置とかもどうですか、プロから見て。確かにね、ちゃんと目を引くようにできてますかね。一応ね、見てほしいものは下にしようかなっていうのが、うんうん、で、ちょっと飛び出したりとかして立体感も演出しつつみたいな。特にここにメンバー5人しか並んでない。あ、よかった。はい、このままの放送しますので、直接見ていただきましょう。していただければと思います。はい、こちらの機会でぜひ読み上げていただければと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。このボタンを押すとピンポンパンポンとなりますので、はい、こちらのボタンを押して喋っていただきます。はい、わかりました。一緒に押そうよ、ちょっと怖いから。せーの。アニメイト横浜ビブレにお越しの皆さん、こんにちは。店内の一押し商品についてご案内させていただきます。2022年より10周年イヤーに突入する声優アイドルアイリスの最新シングル12月のスノーリーハートビート急上昇の発売を記念して、豪華景品が当たる抽選会を19日日曜日まで開催中です。特賞はアイリス直筆サイン入りパネル。参加賞は抽選会限定の複製サイン入りソロブロマイド全5種ランダムです。数量限定のためなくなり次第終了となります。やっぱアイリスといえば、はい、ね、今年10周年目に突入して、はい、すごく、ね、可愛さもありながら、ね、ベテラン感も程よくありつつ、はい、素敵なグループだと思うのでね、はい、皆さん、ね、ぜひぜひゲットしてください。ぜひこの機会に抽選会にご参加ください。この後もアニメイト横浜ビブレでのお買い物お楽しみください。以上、アイリスの咲様こと山北咲と、みゆたんこと久保田みゆでした。はい終わりました。終わりました。いや、すごい、やっぱりプロの方大丈夫でした。お客様来てびっくりしたんじゃないかなと思います、はい、素晴らしかったです。ありがとうございます。やった、よかった、うん、はい、では最後にこちらポスター旅の仕事をお願いしたいと思います。初めて見たポスター、うん、それな。ちょっとまず見本を見せます。はい、あ、すごい。ガチじゃん。おお、すごい。結構大丈夫ですか、佐藤さん。ちょっぴりドジな天然リーダーですから。佐藤さん、天然リーダーじゃない、天然店員さん。天然店員さんだよ。はい。大丈夫ですか、佐藤さん。動画初登場でございます。
そうです、緊張しております、はい、最後なんですけどね。でも普通に高いところだからこれ緊張というか震えそう。なんかちゃんとポスターなんか折り曲げちゃいそう、うん、わあ。じゃあ入れます。はい、えい。え、これこっちですか。わあ、うわー、うわー、むずい、うん、意外とむずそう。むずい、ぐちゃぐちゃにしちゃいそう。え、ぐちゃぐちゃにしちゃいそう。あ、本当ですか。あ、え、いけてない、いけない、いけ、あとちょっとやで。入らない。え、嫌われてるのかもしれない。いいんじゃないですか。できました。はい、山さんお願いします。いや、ちょっとまだ怖い、ちょっと待ってくださいね。すごいさ、いかつい靴で来ちゃったんだよね。それ山さん、自分で履いてきた。怖い、講師だから、それこっから、お、いいんじゃない。なぜ、あ、こっから行かない。ちょっと、むずいだよ、途中から。あれ、ちょっとか、おお、頑張れ、山さん。いけいけ。待って、一番むずいかも。今日むずいのよ、最後のやつの中で一番むずいぞ。あ、いいんじゃないですか。本日は一日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。実際に経験してみてどうでしたか。いや、なんか、うん、一つ一つの作業が実は難しいっていうのが結構あって、うん、ポスターとかも結構入れるの時間かかるし、ポップもなんか自分たちのでもあんなに悩むんだったら、もう他の人のも全部書くわけじゃないですか。めちゃくちゃすごいなって。だってなんかポップどこに貼ろうとかもさ、考え出したらキリないじゃん、うん、あれって、うんうんうん、だからなんか私たちが多分見てるものだとレジとかしかわからないけど、うんうん、それ以外にもいろんなお仕事があるんだなって勉強になりました。ありました。ありがとうございます。実際お二人やられて、あと店内アナウンスすごい良かったです。あ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あとポップの飾り付けがすごい、うん、お店的にはかなりいいなと思いました。嬉しい。ずっと残しておきますので。嬉しい。どれくらい残しておいてくれるんですか。そうです、年明けまで。ああ、そうですね。皆さん、チェックしててくださいね。ぜひ見に来てくださいね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。以上、アイリスとアニメイト佐藤でした。せーの、バイチュー。